ゲオルク CF グレーフェはソフトウェア開発者である。彼はソフトウェア開発手法、技術を独学で学んでおり、また物理学、文学の教育を受けている。彼がフリーソフトウェアファンデーションヨーロッパを創設した2001年からは技術における政治的分野にも関与し続けている。グレーフェは2001年初頭からフスフの代表としてフルタイムで業務を行ってきた。 2009年6月、彼は、フスフの代表を、カールシュテン・ネルロフに譲った。彼は、フスフを代表し、総会の調整、地域代表の業務支援、政治的、法的問題の収集、そしてプロジェクトや講演、すなわちフリーソフトウェアについての知識を広めるため、ジャーナリストらに情報を提供している。加えて、ゲオルクはまた、 ISO の OX 丸標準化プロセスにおける Google の代理として競技に参加しており、そしてまた欧州委員会のプロジェクトを監査する役割に関わっている。グレーフェは結婚しており、現在はスイス在住である。2010年、グレーフェはドイツ連邦共和国功労勲章、功労十字章受章を授与された。グレーフェは ハンブルク大学計算機科学科に在籍しつつも、副専攻の研究として、生物物理学、海洋物理学、そして天文学の物理学科学位を得ている。彼の学際的な卒業論文は、操作型プローブ顕微鏡を利用したナノテクノロジーの分野における研究である。グレイフェが初めてソフトウェア開発を行ったのは、彼が12歳の時であった。彼の最初のプログラムは、 1992年、専門誌に掲載された。彼は、ドイツハンブルクにある、ハンブルク大学附属ハンブルクエッペンドルフ、大学医療センターの生物、磁力計測研究所において、スクイードセンサーのデータ評価を行うソフトウェアの開発を管理し、ここで得た資金を研究費に一部回していた。1993年、彼は、フリーソフトウェア、 GNU プロジェクトそして Linux に出会った。1998年、彼は GNU プロジェクトにおけるヨーロッパ出身の弁士となり、Brave GNU World の執筆を開始した。同志は毎月自由なコンピュータソフトウェアを取り扱う GNU プロジェクトにおいて興味深いプロジェクトを取り上げる格月のコラムである。同志は10もの言語で、 インターネット上で発刊されており、ドイツのリナックスマガジン誌など、国際的な雑誌媒体にも掲載された。ブレイブ GNU ワールドは、オレダス、ハクスリーの小説、素晴らしい新世界から名前を取られている。2001年初頭、彼は、フリーソフトウェア財団発の米国外の団体である、フリーソフトウェアファンデーションにヨーロッパを設立し、フスフは2007年時点で唯一、 FSF における多国籍的な支部団体であった。グレーフェは英国政府の私的財産権委員会に専門家として招聘された。また、ドイツ政府の部分的な異常を受けて国連世界情報社会サミットの第一フェーズ開催期間中にドイツ市民協会の連携サークルを代表して参加した。彼はまたヨーロッパ規模での 市民社会のワーキンググループと連携するとともに、特許、著作権、商標すなわちこれら PCT とフリーソフトウェアを主題とするワーキンググループとも連携している。ありがとうございます。